作男、豪の名誉。チェスタートン。直木35、役。1。嵐福銀緑色の夕方、灰色のスコッチ島の着衣に包まれたシフ・ブラウンは、灰色のスコットランドのアルタ谷間の果てに来た。そして奇妙なグレンジル城を仰ぎ見た。城はその窪地の一方の端を袋町のように塞いでいた。それがまた世界の外のように見えた。険しい屋根や海緑色の石板瓦葺き古塔のそびえ具合がフランススコットランド折衷式のシャトーの様式なので、城はシフ・ブラウンのようなイングランド人にはおとぎ話に出てくる魔女のカブルイン剣な尖り棒を思い出させるのであった。そして周囲に揺らいでいる松林は小島の緑色と対比して無数の渡り鳥の群のように黒く見えた。こうした秘湯無限の世界か、または眠たげな魔界のような雰囲気の中にじゃくこむのは、ただこの景物ばかりがさせる技ではなかった。なぜならば、スコットランドの貴族の家柄に、人間並みをはるかに越して濃厚に天面しているところの高慢と狂気と不思議な悲哀との雲がここにも絡みついているからであった。スコットランドは遺伝という毒薬を二服持っている。貴族という血の意識とカルブイン教徒の飲酒の意識とがそれだ。坊さんはグラスゴーまで用事があってきたので、今一日を割いて、友人なる素人探偵フランボーに会いにやってきたのであった。フランボーは最近伝えられたグレンジル博の施設の真偽を確かめるために今一人警察の本職探偵とロンドンからやってきてこのグレンジル城に滞在していた。疑問の人物グレンジル博は16世紀の昔、国内の心根の曲がった貴族の間においても、豪遊と乱心と武田家しい感知とで彼らを縮み上がらせた種族の最後の代表者とも言うべき男であった。幾世紀にわたってグレンジル城の城主は馬鹿の限りを尽くした。今ではもう馬鹿も種切れになったろうと思われても決して無理はないのであった。ところが事実は今の最後の伯爵は、まだ誰も手をつけたことのない陳思考で、殿下のしきたりを完成させた。すなわち彼は姿をくらましたのだ。と言っても彼が外国へでも行ったという意味ではない。どう考えても彼はまだ城内に生きているはずである。もし彼がどこかにいるものとすれば、事実彼の名は教会名簿にも大殺の赤い家族名鑑にもまだ載っているのだ。だが誰にも彼らを太陽の下に見たというものがないのだ。もしも何人か彼を見たものがあるとすれば、それは馬蹄とも次男ともつかない孤独の召使いの男である。彼はひどいツンボなので、早合点の人は彼を牛だと思い込み、それより楽ついた人も彼を牛のろだと言った。痩せてガラガラした赤毛の働き男で、首配下にも頑固だが魚のような目を持った彼はイズレイル号という名で通っている。そしてこの者はシーア方に使える一個の無言の召使いである。けれども彼がバレーショーホル絶倫な勢力とハンデをしたように規則正しく台所へ消えていくことは、見る人に、彼が誰か好意の人のために食事の用意でもしているんじゃないか。そうとすれば不思議な伯爵はやはり城内に隠れているのではないかという印象を起こさせるのであった。そこで世人が突っ込んで実マジは伯爵が生きているんじゃないかと聞くと豪は頑固に首を振ってそんなはずはないという。ある朝市長と牧師が城に呼ばれた。
そこで両人の者はその策男剣馬定剣中府がたくさんの剣職の中へ今一つ葬儀屋の職を加えて、やんごとない主人を棺の中に釘付けにしておいたという事実を発見した。この奇妙な事実がその後どの程度まで取り調べられたものか、またはまるで取り調べられなかったものか今もってよくはわかっていないようだ。何しろフランボーが2、3日前にロンドンから北行してくるまでというもの正式の取り調べはまだ行われてなかったくらいだから行われぬままにしかし、グレンジル博の以外は、それが意外だとすれば、小丘の小さな墓地に今日まで葬られてあるわけだ。シフ・ブラウンがほの暗い樹園を通って上映の下に来たとき、空には厚雲がかぶさり、大気は湿っぽく雷鳴が催していた。緑番だ金色の夕映えの名残を背景にして黒い人間の姿が影のように立っているのを彼は見た。妙なシルクハットをかぶった男で肩に大きなすきを担いでいる。その取り合わせが妙にかの寺男を思わせた。シフ・ブラウンはその牢の下男がバレーショーホルということをふと思い出して、さてはその訳が尖ってんしたのであった。彼はこのスコットランドの百姓がどうやら解けたと思った。官権の隣権に対する恋から国防をかぶらなければならんと考えたのであろう心持ちも読める。そうかといってそのためバレー処掘りは1時間たりとも休もうとはしない権躍進もわかった。坊さんが通りかかるとびっくりしてうさんくさそうな目つきをしたのもこうした方の人間に通用な油断のない周到さを裏書きするものである。正面の王都がフランボー自身によって開かれた側には鉄塊色の頭髪をした痩せぎすな男が、紙切れを手にして立っていた。ロンドン警視庁のクレイブン警部だ。玄関の間は装飾の大部分が剥がれてがらんとしていた。がこのうちの陰険な先祖のカツラをかぶった青白い不憤というような顔が一つ二つ古色騒然たる画布の中から見下ろしていた。二人について奥の前入っていくと、ブラウンは二人が長い柏材のテーブルに席を占めていたことを知った。テーブルの一方の端には走り書きのしてある紙切れが広がっており、そして側にはウイスキー瓶と葉巻とが乗っている。その他の部屋にはところどころバラバラに物品が並べられてある。正体の何と言って説明のつかない品ばかりである。あるものはキラキラ光る壊れガラスの宿り木集めのようである。あるものは褐色の陣愛の山のように見える。あるものはつまらぬ棒切れのように見えた。ほうまるで地質学展覧会を改良しているようじゃなぁ、とブラウンは腰を下ろしながら、褐色の陣界やガラスの破片の方へ頭をちょっと突出していった。いや地質学展覧会ではない、とフランボーが答えた。心理学展覧会と言っていただきたい。ああ、ご賞ですから来られる早々無駄ことばかりはごめんください。と警察探偵は笑いながら言った。まあ聞きたまえ、我々は今グレンジル卿についてある事件を発見するところです。今日は狂人であったのです。高い帽子をいただき隙を担いだ豪の黒い影帽子がクレイク空におぼろげ長い線を隠しながら窓ガラスを過ぎていった。シフ・ブラウンは熱心にそれを見送っていたがやがてフランボーに答えていった。なるほど伯爵については妙な点があるにそういないとわしは思っている。でなくば自分を生き埋めにさせるわけはなくまた事実死んだとしたらあんなに慌てて葬らせようとしなくともよいはずじゃ。しかし君、
強人とはいかなる点を持っているのじゃな。さあそこですが、とフランボーが言った。このクレイブン君がうちの中で収集した物件の品名目録を今読み上げてもらうから聞いてください。しかしろうそくがなくてはどうもならんなぁ。とクレイブンが不意に言った。どうやらあれ模様になってきたようだし、これでは暗くて読めん。時にあなた方の収集中にろうそくらしいものがあったかな。ブラウンが笑いながら言った。フランボーはしかつめらしい顔をもたげた。そして黒い目をこの友人の上にじっと据えた。それがまた妙なんでしてね。ろうそくは25本もありながら食材は影も形も見えんです。急に室内は暗くなってきた。風は急に吹きすさんできた。ブラウンはテーブルに沿うてろうそくの束型のゴミゴミした収集品の中に転がっているところへ来た。がふとその時彼は赤茶色のアクタの山のようなものを見出して、その上にのしかかってみた。と思う間に激しい草芽の音が沈黙を破った。いや、これはこれは鍵タバコじや、とブラウンが言った。彼は一本のろうそくを取り上げて丁寧に火をつけ、元の席に帰って、それをウイスキー瓶の口に刺した。気の狂ったようにバタバタとわためく窓を貸して吹き込む想像しよきが長い炎をゆらゆらと流れ旗のようにようめかした。そしてこの城の四方に、何マイルとなく広がる黒い松林が湖岸を取り巻く黒い海のようにゴーゴーと吠えているのを彼らは聞いた。では目録を読み上げてみましょう。とクレイブン探偵はしかつめらしい顔をして一枚の紙を取り上げた。もっとも目録とは言いながら、実物はすべて城中のあちこちに変な風に散らばっておったものを一ところへ集めたものではあるですが、シフさんも城内の装飾が大部分陰剥がされたり、もぎ取られたりした歴々たる形跡のあるのをすでにご覧のこととは思いますが、ここにただ一部屋か二部屋、何者かが住んでおったものと見えて、それがあの下男の豪でないことは確かです。粗末ではあるがしかし小綺麗に整頓した部屋があるのです。では読み上げましょう。第一項、おびただしい宝石の山。クブクリンまではダイヤモンド。しかも皆貴金属より抜き取られあるものにして金属は見えず。もちろんこのオージルビー家とて家族視野のみに帯四方石は無数にありたるならんも、今ここに記す宝石類は皆極めて一般の場合特別なる装飾品に造眼されるる種類の品ならざる話。オージルビーの家族はそれなどの宝石類を抜き取りて、あたかもどうかのごとく常にポケット内にもて遊びし物にはあらざるか。第二項、白出しなるかタバコのおびただしき山。タバコ入れにも入れてなく、袋にも入れてなくして、ストーブ枠の上、食器棚の上、ピアノの上と置いたるところに一塊ずつにして乗せてある。そのようあたかも老白がポケット内にこれを探り、ある日は容器の蓋を開くの物置に絶えずとしてしかせしならんがごとく兼有。第三項、屋内のここかしこに不思議なる金属の再編の小崎山。あるものは全枚のごとく、あるものは整備なる歯車の形せり。これら皆あたかも機械仕掛けの玩具中より取り外せし物のごとし。第四項、ろうそく25本。しかも食材らしきもの一もなきをもってこれらは空瓶の口にでも刺して使用せざるべからず。さて、司藤さん、あなたにお願いしておきたいのは奇妙繰り返しなる事実が我々の予想以上じゃという点にご注目くださらんことです。
もっとも謎の中心問題に関しては我々にも意見はあります。すなわち我々は一見して琥珀尺には何か故障のようなものがあったんだなということをすぐに悟りました。我々は、彼がここに生きているかどうか、またここに死んでいるかどうか、彼を埋葬したというあの赤毛の異形な男が彼の死去と何らかの関係があるかどうかを知ろうとしてここへ参ったわけです。そこで仮にこれらの過程のうち、事実は最も悲しむべき事態にあったものとして、いわば非常にものすごい、芝居が仮の筋でも想像するとしたならどうでしょうか。すなわちあの下男が主人を実際に殺害したものと仮定するなり、主人が実際に死んでおらんと仮定するなり、主人が下男に化けているんだと仮定するなり、もしくは下男が主人の身代わりに生き埋めにされたものと仮定するなり、とにかくよろしく想像を巡らしてみるとします。しかも結果はどうでしょう。ろうそくあって食材のない理由や、相当の家柄に生まれた分別ある紳士が常習的に肩箱をピアノの上などに散らしておくなどという理由の説明はどうあってもつかんのです。我々は話の中心だけは想像ができました。疑問はむしろ外縁にあるのです。いかに想像力をたくましゅうしても、人間の心には肩箱とダイヤモンドとろうそくとバラバラの歯車やゼンマイとの関係を推測することは不可能とは言わなくてはならんです。わしらはその関係は容下せると思うがなぁ、と坊さんが言った。このグレンジル伯なる者はフランス革命に対して熱狂的に反対な応答であった。彼はやはり昔風の王政の賛美者であった。そこでルイ王朝の家庭生活を文字通りに今の社会に再現させようと試みた。彼が肩箱を持っとったのは肩箱なるものが彼のお気に入りである18世紀の奢侈品であったからじゃ。ろうそくは18世紀の灯明であったからじゃ。銅鉄製の豆機械というのは、ルイ16世の城前道楽をかたどったものじゃ。ダイヤモンドは有名なマリー、アントワネット、ルイ16世紀の皇后、のダイヤモンド系色じゃ。相手の二人は目を丸くしてブラウンの顔を見入った。おうなんという奇想天外的な推理であろう、とフランボーが叫んだ。しかし主婦あなたは本当にそうと信じておられるのですか。いやそうでないことをわしはきつく信じるよ、と主婦ブラウンが答えた。だがあなた方は何人といえども肩箱とダイヤモンドとゼンマイとろうそくとの関係をよう見破らんとのみうんわれるがわしはその関係を一つで放題に鮮明がしてみたいんでな。事実の真相は、わしはきっと信じるが、もそっと深いところに横たわっているんじゃ。彼はふと言葉を切らして消灯にむせび泣く風音に耳を澄まして、それからさらに続けた。コグレンジール伯は盗賊であった。命知らずの強盗として裏面に暗い生活を送っておった。彼はろうそくを短く切って、小さなカンテラの中に入れて歩いたゆえに食材の必要がなかった。肩箱は、最も凶暴なフランスの犯罪者が故障を使用したようにこれを使用した。というのは、これをインツ缶で掘りもしくは追跡者の面に勢いよくパッと投げつけるためにじゃ。最後に、ダイヤモンドと鋼鉄の歯車であるが、これは不思議にも一体をなすものと見える。これで何もかもあなたたちは合点するであろうが、ダイヤモンドと小さな鋼鉄の歯車は盗賊には限らない。どんな人でもガラスを切るときにこれがなくてはできないという二つの道具であるのじゃ。
松の木の折り絵が嵐に揉まれて、二人の背後の窓か町をバサバサバサと叩いた。強盗の向こうを張ったわけでもある前に、しかし二人は真向けもせず熱心にシフブラウンの顔を見つめていた。ダイヤモンドと小さな歯車、ふん、特例分探偵が思案にふけるような面持ちでしきりに繰り返した。しかしそれだけで本当に真の説明になるでしょうか。いやわしもそれが真の説明だとは思わんのじゃ。坊さんはケロリとした顔で、じゃがあなた方はこの四者の関係を見破る者は誰もないとばかり言われる。もちろん、本当の筋はもっと平凡に相違ない。そうかな。グレンジールは屋敷内で宝石を発見した。もしくは発見したと考えた。という箱じゃ。何者かがこれらのバラの宝石を主人に出した。これは城内の洞窟内で発見したものだと言うて、主人を騙そうとした。小さな歯車はダイヤモンドを掘る道具である。主人はこの山中に住む羊師やら野人やらの助けを借りて手任せに掘り出そうとした。型箱はスコットランドの羊師どもにはとても贅沢品じゃ。なあ、これを鼻先へついと突きつければ誰だって何棒でも彼らを買収することはできる。最後に食材のない理由は、食材なんかはいらないからじゃ。洞窟内なんぞお手すには裸ろうそくで結構用が足りるもんじゃが。はあ、それだけですか。ややしばらくしてフランボーがこう尋ねた。やれやれこれでとうとう不景気な心理に到達したわけですかね。いや、そうではない、とブラウンが答えた。風が松林の遥かなる果ての方へ、せせら笑うがごとくほうほうほうと長く後を引かせながら消え去った時シフブラウンがポカンとした顔で言葉を続けた。何？わしはあなた方が、誰だって型箱と歯車もしくはろうそくと宝石との関係をもっともらしく説明することは要せんとあまり言われるのでちょっともっともらしいことを言ってみたまでのことじゃ。十杯血縛り上げのエセ哲学が宇宙には似つかわしいように、グレンジル城には、十杯血縛り上げのエセ水量が似つかわしいといったようなわけでな。しかし身はこの城にも実際の説明がなければならん。時に収集品はもう他にはないでしょうか。グレイブンは吹き出した。フランボーもにやりと笑いながら立ち上って、長いテーブルの端の方へのその外歩いていった。第五項、第六項。第七項と控えてはいるが、掘り出すとかえって蜂の巣をつついたようになります、とフランボーが答えた。第一に鉛筆芯が山のようにあります。これは心だけで鞘がない。それからぶっきらぼうな竹の杖が一本、これは塔の金具が吐く取ってあります。業用用の道具としては役立ちうる代物だが別段犯罪らしいものもない。他にはまあ古ぼけたミサの祈祷書が2、ミサツと小さな旧経の絵が何枚かあります。察するにこれらはこのオージルビーエに中世時代から伝わっているものと私は思う。が、妙にところどころ切り抜いてあったり、顔なども偉いことになっているので、これは博物館へでも回したい代物です。外では猛烈な嵐が城をかすめてものすごいちぎれ雲を吹き飛ばした。そしてこの細長い空の中に闇を投げ込んだ。その時シフブラウンは、その小さな本を手に取って散乱と光るそのページを調べ始めた。やがて彼は口を開いた。闇の影はまだ言う迷っている。しかし彼の声はまるで生まれ変わってきたような声であった。グレイブンさん、
といった声は10歳も若く聞こえた。あなたはあの山上の墓を発掘すべき正式の令状を確かにお持ちでしょうね。善は急げだ。急げばそれだけこの恐るべき事件の底も早く叩いてみられるというものです。もしわしがあなたであったらすぐさま出立いたしますがね。これからすぐ、どうしてすぐでなければいけないんです。探偵は驚いて尋ねた。さあなぜというと、これはなかなか重大問題ですからぜ。片箱の散らばっていることや宝石の抜き取ってあることに対しては百の理由も想像もなりうるが、この書物をこんな具合に傷物にしておった理由はただ一つしかない。これらの宗教画がこの通り汚され、引き裂かれ、落書きさえされてあるのは、子供のいたずらや信教との顔面からした仕事ではない。これはすこぶる念入りにやった仕事です。またすこぶる不可能なやり方です。紙の皆を金文字で大きく書いてある部分は残らず丁寧に切り取ってある。その他にこの手を食っている箇所は緑をキリストの御頭を飾る御香である。邪によってわしらはこれから直ちに霊状と隙と手斧を携えて山へ登るった上、棺を発掘しようかとこう言うんです。はぁ、とおっしゃると、どういう意味ですか。ロンドンの探偵が畳みかけるように聞いた。という意味は、と小さい坊さんの答える声は嵐の吠え狂う中にもちょっと大きくなったかと思われた。という野次は宇宙の巨大なる悪魔が、今この瞬間、この城の大塔の頂上に、百の衆を集めたように膨れ、目視録のそれのように方向しつつあろうやもしれないと言うんです。この切り抜き事件の底にはどこやらに悪魔の魔法が潜みいると見える。とにかく秘密の鍵を開くべき一番の近道は山へ登るって墓を暴くのが一番だと思いますぜ。に、二人の相手は庭に出て、猛烈な夜嵐に襲われ、頭を吹き飛ばされそうになるまでは、いつの間にシフブラウンの後についてきたのか自分でさえ気がつかないくらいであった。それにもかかわらず彼らは自動機械のように坊さんの後ろについてきたのであった。なぜならばクレイブン探偵は自分の片手にちゃんと手斧を掴んでいるのを見るし、ポケットの中には霊杖も入っていたからだ。フランボーも疑問の人物号の重い隙を借り出して持っていたからだ。ブラウンは問題の小型の金製の本をしっかと携えていた。山上の墓地に達する路は曲がりくねってはいるが、遠くではない。ただ向かい風が体に当たるので骨の折れる気がした。見渡す限り、そして上の方へ登れば登るほど、松林の海で、それも今風を受けて見渡す限り一様に横ざまになびいている。その一列一体の姿勢には、それが平等としているだけに何やら空空たる趣があった。ちょうど疾風がどこかの人類の生息しない目的もない遊星をめぐって方向でもしているように空空たる趣があった。彼らは山の草深い頂上に来た。松林は頂上までは続いていないので、そこはさながら特等のように見えた。材木と針金とで作った粗末な外柵は、これが墓地の境界だと一向に物語るように嵐の中にピューピューとなっていた。しかしこの時すでにクレイブン探偵は墓の一角に立ち、フランボーは隙の先を地中に突き立てて寄りかかっていたが二人ともにその材木や針金並びに嵐の中にふらふらと揺れて見えた。墓の下方には竹の高い薄気味の悪いアザミが枯れ繰り返しとした銀塊色を呈しながら群がっていた。
一度ならず、二度ならず、嵐に煽られたアザミの獅子がブートウトウ立てながらクレイブン探偵の体をかすめて弾け飛んだが、その度ごとに探偵は思わずそれを避けるような腰つきになりながらぴょこりと飛び上がっていた。フランボーはざわめく草むらの上から隙の葉を湿っぽい粘土の中へざっくりと飛げ込んだが、思わずその手を引いて防具絵にでも寄りかかるようにその絵に寄りかかった。どんどん構わずやりなさい、と坊さんが落ち着いた声で言った。わしらはただマリを発見しようとして試みるだけじゃ、何を恐れることがあるんじゃ。いやその真理の発見が実は少々、難しい、とフランボーが苦笑いをしながら相槌を打った。クレイブン探偵は突然赤ん坊の喜ぶような大きな声、話し声と歓声とを一緒にしたような声でこう言った。実際何だって彼はこんな風に体を隠そうとしたもんだろう。何か恐ろしいことでもあるんかしら。あの男は雷病患者ででもあったのでしょうか。いやそれに侵入をかけたようなものさ。とフランボーがうんった。へえ、それに侵入をかけたものというと、はーて、何実は私にも見当がつかないんだ。かくてフランボーはだんまりのまま恐る恐る何分かの間掘り続けたが、やがておぼつかなげな声でこう言った。やれやれ死体の原型が崩れていないことを神に祈る。それはな。あなたこの紙面だとて同じことじゃ。この紙面を見てもわしらは気絶もせんでとにかく生き延びてはきたもんな。シフブラウンが静かにまた悲しそうにこう言った。フランボーは目くらめっぽうに掘った。が、嵐は今までの煙のように山々にまつわりついていた息苦しいような灰色くもうすでに払い尽くして、彼が荒木作りの缶を根こそぎ掘り出して、芝生の上に引っ張り出させた頃には星影寂しい夕空をからりと覗かせていた。クレイブンは手斧を握りしめて前へ進み寄った。アザミの頭が彼に触った。またもやハッとした彼は思わずタジタジとなった。がたちまち気を取り直して、フランボーに負けぬ力を振るいながら、手をのうかんへめった打ちに打ち込んだ。ついに蓋が飛び散った。内部にあるほどのものはすべて灰色の星明かりの中に異様な薄光を放っていた。骨だ、とクレイブンが言ったが、彼は次に、人骨だ、と言い足した。何か思いがけないものを発見したように思わず大声を上げた。それで君、それはそっくりしているかね、とフランボーが妙に沈んだ声で尋ねた。さあ、そっくりしているようだが、まあ待ちなさい。探偵は缶の中に横ある黒ずんだ腐れ骸骨の上に上司かかるようにしてみながらしわがれ声で言った。たちまちまた彼は、これは不思議だ、骸骨に首がない、と叫んだ。クレイブンもフランボーもしばらくは暴力に立ちすくんでいたが、この時初めて一大事と言わぬばかりに、びっくりして飛び上がった。何？首がない。ええ、首がない。坊さんはもとより欠けているものがあるにしても、まさか首ではないだろうと思っていたのに、というような意外な調子でこう繰り返した。たちまち一同の頭には、クレンジール状に首なし後の生まれた、もしくは、首無少年が常駐に人目を避けている。あるいはまた、首無の大人が常駐の昔作りの広間や華麗な庭園内をかっ歩しつつある馬鹿らしい光景がパノラマのように過ぎ去った。しかし肝心の目の前の問題についてはどの明暗も頭には浮かんでこず、また首無の理由があるのやらないのやらさえ考えることができなかった。
一同は全くポカン、とした面持ちで疲れ果てたバカ何かのように、嵐の音や松林のざわめきに、ただ聞き入るばかりであった、考えるにも考えることができなかった。とその時、静かにブラウンが話し出した。ここに未人の首む男が発掘された墓を囲んで立っておりますな、とブラウンが言った。青くなったロンドン探偵は何か物を得ようとして田舎者のように口をあんぐりさせたままであったが風は遠慮なくピンピンと空をつんざくように叫んだ。やがて彼は自分の手に持つ手斧を、自分のものではないように眺めて旗と落とした。シフ、シフ、とフランボーがとっておきの赤ん坊じみたしかし重苦しげな声を叫び出した。この際我々はどうすればよいのでしょうか。するとこれに応じてブラウンは小銃弾が出ていく時のシューというような快速度を持って、眠ることじゃ、と叫んだ。眠ることじゃ、わしらは炉のどん詰まりまで来た。眠るとはどういうことかな。あなたは知っているかな。眠るところのすべての人は神を信じる人であるということを、故に眠りは聖霊である。なぜならば眠りは信仰の行為であるからじゃ、我らの糧である。ではしらは今何かしら聖霊を要する。それも自然の聖霊だが、何やら人間の上に滅多には降りてこんものがわしらの上に下ってくる。おそらくそれは人間の上に下ることのできる最悪のものでもあろう。するとクレイブン探偵の唇が、一体それはどういう意味なんですか、と聞くために上下から寄り添った。坊さんは城の方に顔を回しながら答えた。わしらは真理を発見はしたのじゃ。がそのマリは意味を我々に語らんのじゃ。こう言って彼は彼としては極珍らしい、馬が無鉄砲に飛び跳ねるような足取りをしながら、二人の前に立って山を下った。そして城へ到着するかしないかに彼は剣のように無造作に体を眠りに任せた。三、妙にもったいをつけて睡眠を賛美したのにこだわらずシフブラウンは赤のような柵男号を除いた他誰よりも一番早く起き出た。そして大きなパイプを吸いながら、その黒人が菜園で無言に働いているのをじっと見守っている彼の姿が見られた。夜の明け離れる頃にはやらいの嵐は死のつくような衆を名残として鳴りを潜め、ケロリとしたようにすがすがしい朝がいっぱいに訪れていた。スクルオは坊さんと何か話をしていたような素振りさえ見えたが、勘は私二人の探偵姿を見ると、にわかにプリプリしたように隙を背の中に突っ込んだ。そして朝飯のことについて何やらほざきながら、キャベツ菜の柵に沿って台所の方へ姿をかき消してしまった。あの男は見上げた男ですぞ、ブラウンが口を聞いた。あの男はバレエ賞たまげるほど掘るのでな。ただし、と彼は妙に落ち着いた情け深い心になりながら、あの男には欠点もあるのです。いやお互いに欠点のないものがどこにあろうかな。すなわち、あの男は畑の背をまっすぐに掘らんことじゃ。まあ諸君ここを見なさるがいい。彼はこう言って突然ある一点を踏みつけてみせた。時に私にはどうもあのバレエ書が怪しいと思われるのじゃ。へえなぜです。クレイブン探偵は、こうとこの坊さんが新思考を提出したのを面白がりながら尋ねてみた。どうもあのバレエ書が怪しいというのは、第一作男の号自身を怪しいと思っているからじゃなぁ。号は他の箇所はきっと掘るが、どうもここだけは変な掘り方をしている。
大方この下には勝る変立派なバレー所でも埋まっていることじゃろう。フランボーは隙を引き抜いて、いきなりざくりとその地点に突っ込んだ。彼は土塊の下にバレー所とは見えずしてむしろ周回な丸屋根型の頭を持った、キノコのような形をした変なものを掘り出した。がそれは冷たいコチリという音がして隙の先にぶつかって手まりのようにコロコロと転がり様一同の硬い歯を剥き出した。グレンジール伯爵様じゃ、とブラウンが悲しげに言った。そして焦然としてドクロを見下ろした。それからしばし彼は黙祷する者のごとくであったが、やがてフランボーの手から隙を取って、さあこうして元の通りに土をかけねばならん、と言いながら頭蓋骨を土に深く押しやった。やがて彼は小さな身体と大きな頭を地中に棒のように立っている隙の大きなハンドルにもたれさせた。その目は空っぽで額には行く筋もひだが正しく並んでおった。そうじゃ、もしこの最後の会意の意味さえ合点ができるものならなあ。彼はこう一人ごとをつぶやきながら、隙頭に寄りかかったまま、教会で祈祷をするときのように両手に額を埋めた。空の雲繰り返しが銀碧色に輝き出した。小鳥塔はおもちゃのような庭の木々の中でぺちゃくちゃとさえずり合った。その音があまりにやかましいので、まるで木自身が掛け合い話をやっているかのようであったが、見人の人物はじっと無言の体であった。やれやれ、もうこれでご方面が願いたいもんだ、とフランボーがたまらなくなってガンガン怒鳴った。この頭とこの世界とはどうもしっくり合わん、もうさらばだ。やれ鍵タバコだの、やれ怪我された祈祷だの、やれなんだのだって、ブラウンは額に八の字を寄せ、いつもに似合わぬ気短になって隙の絵をバタバタと与えた。とっととやれ、と彼が叫んだ。何もかも火を見るように明白なんだ。肩箱も歯車も何もかもなんだ。今朝目を覚ますと同時に分かったんじゃ。そうしてわしは外へ出てきて咲く男の号とも話したんじゃ。どうして、あの男はアホでツンボに見せかけているが、なかなか牢屋バカどころではない。ところで諸君、あの上皇書きはあの通りできちんと筋が通っている。わしは破れた。ミサ書についても勘違いをしていたが、あれはあれで穏やかなもんじゃ。しかしこの最後の件ですぞ。墓を暴いて人物の頭を盗み折ろうという、ここに確かに穏やかな乱門があると見た。確かにここにばかりは魔法があるようだ。どうもこればかりは肩箱やろうそくというたようなわけのない話とは筋が違うようじゃ。こう言ってカノはコツコツ歩き回りながら不機嫌そうにタバコを吸った。皆の衆、とフランボーがわざともったいらしく言った。諸君俺に注意するがよい。俺が昔は犯罪家だったことを忘れぬがよい。あの自分は実に面白かった。俺は自分でずんずん話の筋道を組み立ててずんずん思いのままに実行したもんだ。その俺だ。こんなのらくらした探偵事件はフランスっ子の俺に耐えることではない。俺はオギャーと言って、この世に生まれて以来、善悪ともに片っ端から手っ取り早く片付けたものだ。決闘の約束をするにしても明くる朝は必ずチャンバラやったもんだ。勘定書はいつでも側近でガチャガチャと支払ったもんだ。歯医者へ行くんだって約束費を伸ばしたりなんかはせん。と突然シフブラウンのパイプが口からすり落ちて見かけ石の廊下の上で三つに割れた。彼はアホーの様に眼球をくるくる回転させた。狼よ、
なんとして私は大根だったろう。こう叫びながら彼は泥酔感が言えなく笑うようにはははと笑い出した。歯医者歯医者。彼は不乱暴の言葉を繰り返した。ああわしは6時間も精神的に奈落の底に沈みおった。これというのも皆今の歯医者ということに気がつかないばっかりだった。往難という簡単なそして美しい、そして平和に満ちた考えじゃろう。諸君よ、わしらは一夜を地獄に過ごした。しかし今は太陽の輝き、小鳥は歌い、そうして歯医者の輝かしい姿が世界を威風していられるを見られー。ああ、私にもその意味がわかるでしょうか。もし地獄の拷問を受ける気で辛抱強くその意味を考えると、と不乱暴が大股に前方に乗り出して叫んだ。シフ・ブラウンは今やわずかに火の輝いた芝生の上に踊り出したい喜びを抑えかねるような顔つきをした。彼は気の毒そうに子供のように叫んだ。大足はなんとなしに嬉しくなってくる。だが今までわしがどのくらいにがる死んだか、あなた方に見せてやりたいくらいだ。しかし今わしはこの事件には深い犯罪という多様なものが全然ないことを知ることができた。だが少し気違いじみたものがあるばかりじゃ。こう言いながら彼はもう一度大きく回って、二人の相手の方にもったいらしく顔を向けた。諸君この事件は何も犯罪の物語ではないので、と彼が始めた。これはむしろ正直の物語と言うべきである。我々はこの地上における自分の分け前以上のものを決して取らんところの一個の人間を論ずるのじゃ。だからこの種の宗教族であるところの野蛮な生きた論理の研究でありますぞ。グレンジール家を封して歌った。生木にゃ青一、王ジルビーにゃ金の地。という名高い日かはあれは習字的の意味ばかりでなく文字通りの意味があるのじゃ。すなわち、グレンジール家は単に富を集めたばかりではなく文字通りに黄金を集めたものでじゃ。彼らは黄金製の装飾品や器具を山のように集めたんじゃ。彼らは誠にケチン坊でその皮狂人のようになったんじゃ。わしらが城内で発見した、あらゆるものをこの事実に照らしてみることができるんじゃ。それはダイヤモンドの指輪があっても金の指輪がない。カタバコはあれども、金のタバコ乳がない。散歩杖はあるけど金の頭飾りがない。ゼンマイや歯車はあるが金革時計がない。そしてこれは全く気狂いのような話じゃが、あの古いミサ書にあるキリスト像の五香や神の女でさえも、やはりあれが純金であったものじゃによってこれもまた抜き取られてしまったんじゃ。庭は輝くがごとくに見え、草は香をまし育陽光のうちに一層楽しげに見えたのじゃ。この気違いのような心理を話したとき、フランボーは巻きタバコに火をつけた。そして取り去られたんじゃ。とシフ・ブラウンが呆然だ。取り去られたんであって、盗み去られたんではない。いつかな、盗賊の仕業なら、こうした謎を残してはいかない。盗賊は純金製の片箱箱を盗めば中身のタバコも何もみんな持っていく。金の鉛筆さやにしても中の芯も何もみんな持っていく。そこで我々は一個の奇妙な良心を、確かに良心に相違ない、持つ男を論じなくてはならんのじゃ。わしはその狂人のような律儀者を今朝向こうの野菜畑で発見した。そして一期一会の物語を聞いたのじゃ。コアーキポールド、オージルビー伯爵はかつてこのグレンジール城に生まれた人の中では珍らしい美男であった。
しかし彼の俊厳な徳はついに彼を人間嫌いに変じた。彼はこの城の先祖の不正直なことを知って追おうとして楽しまなかった。それから幾分日は一般に人間というものは不正直なものであると思うようになった。とりわけ彼は慈善とか死罪とかいうものを信ずることができないようになった。そしてもし正直に自分に与えられただけの権利以上に決して貪ることを知らぬ人間がこの世にあるなら、そのものにグレンジール城内の黄金を残らず譲ってやろうと心に誓った。人間に対してこの挑戦を宣言した後、彼はしかしそうした人間が何としてこの世にあろうものかと考えながら、城内深く人目を避けて閉じこもっていた。しかしながらある日、牢で一見白痴のような一人の若者が遠方の村から一通りの電報を彼のところへ持ってきた。伯爵は苦笑いをしながら彼に心中の一銭銅貨を一枚与えた。少なくともその時は銅貨を与えたのだと思っていた。やがて財布を開けて貨幣を調べてみると、真鍮銅貨はそのままあって10円金貨が1枚なくなってるのを発見した。この偶然の出来事は伯爵の皮肉な頭に対して好ましい光景を与えた。いずれにしても、その若者は人間らしく貪欲の炎を燃やすであろう。すなわち貨幣東西として姿をくらますか、褒美欲しさに返しに来るか。その夜の真夜中にグレンジール伯爵は寝込みを叩き起こされた。彼はたった一人で住んでおったんじゃ。そして最善の白痴のためにドアを開けさせられた。白痴は果たして持ってきた。ただし最善の金貨ではのうて、9円と99銭、きちんと釣り銭を持ってきおった。そこで、この馬鹿正直行為を見て、強敵な伯爵の頭は火のように燃えた。彼は自分が長い間一人の正直な人間を求めた今よディオゲネスで、ついにその一人を求めいたのだと言うた。彼は新たに一枚の遺言書を書いた。それはわしも見せてもろうたが。彼はその律儀な若者を巨大な人気のないこの城中に引き取って無言の下男として、また、奇妙な方法で、自分の後継者として君育した。そこで、この奇妙な男が伯爵の言をいかほど理解したとしても、とにかく次の二つの訓言だけは絶対に理解した。第一に、正直、という文字が万能であること。第二に彼自身がグレンジールの、富、の相続者にされたのであるということ。そこまでは簡単である。男は家中のありとあらゆる黄金を吐く取り始めたんじゃ。しかしじゃその代わりに黄金にあらざる者は何一つとして手を触れなんだ。肩箱は無論のことである。彼は古いビクシー本さえも引っ張り出して中から金の類を切り取った。しかしそれで他の部分には正直に手をつけんと思うておったようなわけですじゃ。これだけの事実をわしは知った。しかしわしにはドクロの一件が了解できん。馬鈴薯畑から人間の首が飛び出したのを見ては心中すこぶる安からざるものがあった。わしは困り抜いた。そこへフランボー君、君が、敗者、という一言を提供してくれたんだ。したが迷いは金馬さえ抜き取ってしまえば、ドクロは元の墓の中へ収めるじゃろうからな。そして、実際、フランボーがその朝、例の小山を通りかかった時、彼は例の不思議な人物、聖なお一鉄のケチンボが一度怪我した墓をまた掘り返しつつあるのを見かけたのであった。
格子島のスコッチラ社を首の周りで山風に翻しながら、そして地味な絹坊を頭上にいただいて、